皆さん、こんにちは。本日は、積分の新州大学の入試問題をやっていきたいと思います。それでは早速始めていきます。自分で解きたい方は一時停止をしてください。それでは解説を始めます。今回は、接点が2カンマ6と分かっているので、ま,あ、まず、元々の式を微分してあげて、で接点2カンマ6、2を代入してあげることによって、えー、このね、接線の傾きが分かります。 ということで、求める接線の方程式、マイナス1傾きになりますので、y マイナス6イコールマイナスカッ x マイナス2カッコ閉じ、y イコールマイナス x プラス8とすることができます。ここで、曲線と接点をイコールで結んであげて、計算してあげます。で、今回、接点が2カンマ6って言ってるので、2代入すると0になるというのは分かってますね。 なので、x-2 で割り切れる。はい。これ割っていくと、x 事乗 -7x プラス10となりますんで、はい。こういう風になって、x の値は2と5とすることができます。それ,それぞれ図を書くと、まあ、2と5。はい。直線の方が上にあるというのが分かりますんで、えー、まあ、2から5の直線引く曲線。で、こっちは、曲線から直線を引き算しちゃってるので、この式にマイナスをつけてあげれば OK です。2から5までの、えー、この式。 はい、積分してあげて、計算して、おしまい。ちょっと分数でややこしくなりますが、答えは4分の27とすることができます。こちらの問題は、まあ、どちらが上、どちらが下。であと、計算するときもね、なるべく前に計算したところがあるんであれば、そこを有効活用しましょう。では、本日の説明以上になります。ご視聴ありがとうございました。